キチャンネル、オリックスバファローズリーグ優勝おめでとう。大逆転。いやー、まさかの、ね、しかも2年連続よ。はい、去年もロッテにマジックが点灯してからの、はい、まあ去年は待っててね、うん、決まったけども逆転のリーグ優勝、うん、今年もソフトバンクにマジック出てたけども、うん、そこから、まあ、他力になっちゃうけども、はい、でもそれでも2年連続いや逆転のリーグ優勝で今年こそ日本一みたいな、はい、うん、セパともに2連覇2連覇ですね。そうだね、うん、それも珍しいね。なかなかないことじゃないですか。なかなかないよね、うん、でその中でやっぱり最後は、はい、やっぱ山本が負けないからね。そう、もう終盤のあの連勝、うん、でかかったね。まあ、去年もね、17連勝してね、はい、山本投げたらね、うん、負けないっていうところでね、うん、最後逆転で勝ち切ったけど、はい、今年もエース対決もね、うん、マークにも勝って、はい、ガンガンね、負けないっていうね、打線でも杉本ね、交流戦で上がっていって、いや、前半調子悪かったけど、これから上がっていくかなっていうところでね、いなくなったけど、トング。はい、そう4番打ってましたよ。そうそうそう、うん、若干ね終盤バレてきたなっていうね、はい、ところはあるけども、パンチ力もあってね、なんかね連発打ってましたね、うん、あとここに来ての吉田、そうぐんぐん打率上げていくの最後のね、はい、このいやもうちょっと、まあ、足の具合もあるけどね、はい、もうちょっと前半もう良かったらもっと強かったのにと思いながら、うん、終盤のこの山本吉田の追い上げはね非常に素晴らしかったっていうところと、うん、まあ福田宗がやっぱり1、2番に座れたのはね、まあ、ここが落ち着くなっていうところもあるしね、うん、はい、まあ、今年も外国人ラベロ、リベラ、はい、バレロ絶対なんかちょっと違う気がリベラ、うん、ラベロ、リベラ、バレロでしょ。あ、バレラ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 、マッカーシー、はい、ね、ほぼほぼ誰も機能しなくて、ワッケンバーグじゃなくてワッスルバックじゃなくて、スパン、違う違う、スパンデンバックじゃなくて、違う違う違う、ワゲスバック、ワゲスバック、ワゲスバックが最後リリーフになったのも良かった ね、いい形でね。あとね、阿部、うんね、オールドルーキーね、うん、まあ、今年2年目だけど、うん、いいリリーフになってきたし、最後ちょっと山岡がねちょっと安定しないから、ね、こっからね、うん、クライマックス日本シリーズに向けて安定していくとね、うん、山本、宮城で田島、うん、山岡っていうね、はい、ところの安定したローテーション組めるからね。でもやっぱその先発3人は強いですね、大きいですよね、うんうん、で、あとは山崎幸也ね、はい、山崎総一郎の、うん、この山山コンビで、はい、まあ、山山コンビって山4人いるんだけどね山本、山岡、山崎、山崎みたいな、ね、そうですね、うん、山山、カルテットカルテットは4人だと、ね、あとまあ比嘉もね、うん、いい形で頑張った。あと本田ね、はい、宇田川ね、おー、そうだ、育成からになってね、はい、うん、でやっぱこのね、7、8、9、うん、夏場から向けてのね、うん、最後の追い上げすごかったね、オリックス。平野投手も、うん、あ、そう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 、いい形でね、はい、今年もね、積み上げていって、なんかバタバタするなと思ったけど、最後なんか閉まったなっていうところもあるし、うんうん、前半戦ってたらね、5位とかいたからね、うん、オリックスも、はい、開幕当初ね、その中でしっかりね終盤追い上げてきて、なんか去年同様の戦い方だったね。1年間通して強いなっていう感じはなかったけども、そうですね、気づいてみたらオリックスみたいな。去年って確か交流戦で優勝して一気に4位ぐらいからね、そう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 、登ったんですよ、うんうんうん、今年交流戦明けぐらいからね、そうそうそう、ちょ交流戦で4位みたいなね感じになって、交流戦だって9位だったので、うん、そこまでなんですよね。でもそこから7、8、9、10勝以上ドンドンドンってしてね、うんうんうん、一気に貯金作ってっていうね、はい、中で、うん、あと若月がね今年、はい、打率、高打率、いいところでもね打ったりして、伏見もよく頑張ったなっていうところもあるしね、はい、まあ、紅林がね、うん、もうちょっと行ってくれればね、うん、っていうところの、感じはあるけども、はい、中川ね、はい、いい形をね、あの活躍で、あとはオリックスはチーム防御率がパ・リーグ1位っていうね、あ、そうなのか、そこは非常によく頑張ったなっていうね、うん、はい、あの先発防御率も2点台だし、うん、ね、9-4防御率もねパ・リーグ上位だから、ソフトバンクとオリックスがね上位1位、はい、2位でね、うん、争ってて、ピッチャーがいいところが最後はね、うん、あの接戦になるっていうね、はい、ところでは非常に投手陣ね、でしかも基本塁打もね全然打たれてないのよ。あ、そうなんだ。そういったところでもね一気にゲームをひっくり返されなくてね、うん、済むっていうね、ところは非常に大きかったなっていうところとね、うんうん、でクオリティスタート率もそこまで高くないのよ、はい、50% ちょいだからね、だからそこら辺はまあリリーフがね非常に、頑張ったなっていうところもあるしね、うん、まあ、防御率だけ見たらね、はい、いい感じなんだけど、うん、被打率とか、うん、クオリティスタート率とか、あと援護率とか、はい、そんな別に飛び抜けてよくいいわけじゃないんだよ、うんうん、
だから非常にそこら辺はねバランスよくね何かに頼ることなくできたなっていうところと、はい、うん、チーム打率もねここもあのソフトバンクとオリックスがね、はい、1位2位で争ってるけども、うん、ホームラン数はねソフトバンクの方が圧倒的に多いっていうね、まあ、今年杉本がね、うん、打てなかったからなかなかホームランもねあの増やせなかったっていうところはあるけどもツーベースの数が多いのよ。へー、だからここをねもっとねあの優勝できないチーム、はい、なかなか点が入らないチームはこういったところをやっぱツーベースねホームラン打てればいいけども、うん、こうツーベースは全員打てるから、はい、そこがみんなが打っていったら得点がねあの非常に増えていくっていうところでね、うん、あのツーベースを多くできたっていうところは大きかったし打点っていうところもねそんな得失高いわけじゃないよ、はい、オリックス、うん、ソフトバンク楽天に負けてるからね。あ、そうなんですね。そう、しかも50点ね、うん、前後の差を分けられて負けてるから、はいはい、うん、打点もそんな多いわけでもないし、でまた投打がよく噛み合ったってことじゃないですか。そう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 、得点圏打率も2割5分ちょいなんで高い方にはいるけどめちゃくちゃ高いわけじゃないのよ、はい、だから全体的にこれがすごいっていうのがないのよ、うん、エラーの数もパ・リーグでは真ん中ぐらいだし、はい、これだっていうのはね、うん、あるとしたら山本由伸だっていう週間にかけてやっぱ2人とも素晴らしかったですからね。そう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 、うん、だからこのねこの力はあるけども、うん、チーム全体としては圧倒的にこの数字が高いとか圧倒的に逆にこの数字が低すぎるとかっていうのもなくて、まんべんなくまあまあ平均的な数字も残しながら圧倒的なエースの山本と、うん、で終盤に力を上げてきた吉田っていうところがね、はい、チームを息づい追いづかせて、うん、中島監督、うん、だから中島イリュージョンで2連覇、はい、しかも逆転。そうですね、こんなことあるんだね、うん、でも俺オリックス2位予想にしてたからほぼほぼ当たってるね、はい、まあ2位と1位は違いますけどね、ほぼほぼでもギリギリだから、あれ私何位にしたかな、楽天ロッテオリックスか楽天オリックスロッテで、まあ、で A クラスでしょ、 A クラスにはしてましたね、うん、だからまあね、うん、A クラスに来るのは知ってた、まあまあそうですよね、うん、そう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 、その前の力はある、ね、あるっていうのは知ってたからね、うん、はい、そういった意味では、うん、まあ予想当たってるよね、そうですね、うん、ざっくり言ったらでもこれね、オリックスが1位で抜けれたっていうのは大きいのよ、はい、こう2位とでクライマックス行くのとは天と地ほどの差があって、はい、なぜかっていうと1位で行ったことによってアドバンテージの1勝プラス、はい、山本2回投げれるからね、あ、でそしたらここカツカツだったら、はい、あと1人誰か宮城、田島、山岡ダブル山崎コンビでその中の誰か1回勝てば、はい、もうクライマックス進出やから、でこれもし2位で出てたら、もし山本がファーストステージ休んだらこの状態いけるけど、はい、もしファーストステージ投げちゃうと、うん、山本1回しか投げれないから、そしたら山本以外で3つ勝たなきゃいけない、うん、であっちが千賀千賀でソフトバンクが勝っちゃって、はい、アドバンテージ取っちゃうとなかなかきつくなっちゃう、あ、そうですね、だからこの1位で出た、もしくは2位で出たら、うん、ファーストステージを山本投げさせないで、うん、優勝日本シリーズ行くために爆死するんだったらいいけどね、はい、この1位通過っていうのはこの日本シリーズ行くにつれて非常に大きなアドバンテージを得たっていうところもオリックスとしては大きかったね、うん、そうですね、しかも去年のリベンジも果たさなきゃいけないからね、うん、ヤクルトに負けたっていうね、はい、ところでは今年こそ日本一という、そうそうそう、うん、だからヤクルトはヤクルト 初かな、はい、野村監督でもできなかった2年連続日本一を狙ってくるし、うん、まあ、中島監督としては、はい、いや2年連続負けるわけにいかないぞと、うん、ね、しかもノムさんの時に負けてるのもあるじゃんね、はい、オリックスね、うん、そのもう一回敵討ちだというところのね、はい、戦いが見えるっていうのも非常にまたね、まあ、クライマックスどうなるか分かんないけどね、うん、ちょっと接戦になるかも分かんないけどね、はい、楽しみの一つではありますけども、はい、見事にね、あ、でもまあすごいなかなか稀に見るシーズンじゃないですか、こね、上位なんだって、うん、1位が0ゲーム差で上位3チーム並ぶとか、そう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 、ずっとだったじゃないですか、だからなんか2010年の匂いがするね、10でもそんなでした？10でも1位にゲーム差なしで、はい、3位ロッテが 2.5 ゲーム差だから、はい、首位と、うん、もうそんな感じじゃん、あ、そうですね、でしかもその下のオリックスが、はい、多分3ゲーム差ぐらいの、うん、へえ、見ようね、そうですね、まさかの、はい、いけないパターン、いけ、そういうパターンになりますこんな、うん、嬉しい動画なのに、いや、そうそうそう、オリックス優勝の動画なのにいやでも本当に最後までどうなるか分かんなかったじゃないですか、うん、まあでも面白いね、試合ですけど、うん、勝ち切ったこれを、はい、ギリギリのところ2年連続勝ち切ったのは本当に価値あるし、はい、いやすごい粘りというか本当に力あるよね、うん、しかもね、杉本が不調の中でもね、はい、そうやって打線もね、頓宮とかいろんな選手の活躍で勝ち切ったのもね、うんうん、
大きかったですね。はい、はい、いや強かったです、はい、うん、ということで、はい、オリックスバファローズリーグ2連覇おめでとう。